はいどうも、テケテケです。はい、突然新しくガチャに並んだ MR 大国主見ていきたいと思いますが、放置症状史上ナンバーワンのウサちゃんの数、そしてまた長く映せない立ち絵になってますが、まあ、まずは東洋ムービー解析見ていきますか。最初5円の札があって、はい、それがウサちゃんに化けるんですね。まあなんで元がウサちゃんなのか、元が5円の札なのか、まあどっちかの得体の知れない生き物がこう走っていって、よろず屋の、はい、宣伝ポスターですねを駆け抜けていき、行き着く先はお国主ちゃんと、はい、ここでトランポリン効果を発揮してさらに先へ突き進んでいくと、まあ、左のウサちゃんが自分の役割取られたみたいな顔してますね。さあそして場面が変わって、はい、これ翔ちゃん視点ですかね。まぶたを開けると、はい、そこにはお国主ちゃんの宴の席が用意されていると、まあ、おそらくここで商売してるんで、まあ、新規のお客さんに対する接待の場なのかなといったところでしょうか。5円で何でもやりますということでねもう価格設定完全に崩壊してますが、なんか説明文読んだら元神様なんですが、お金に困って街に出て商売を始めざるを得なかったということで、まあ、相場とか分かんないんでしょうね。はい、5円で何でもする女、初日から行列間違いなしと、はい、ということでお国主ちゃん新しくガチャに並びましたが、まあ、やっぱりモラルのないウサギが何匹かいますね。もうこいつに関してはいたずらでもなく単純に暴力ですからね。あと昨日の更新情報でちょっと触れた幽霊っぽいウサギちゃん、ギリギリ映らないんですよね。まあ、ちょっとオープニングでお茶注いでるシーンで映ってましたが、多分一番働き者なのはこのお化けのやつとこの下にいる頭でお盆支えてる子ですねこの手届いてないの可愛いですね。さあということで2022年最後の MR 副賞、スキル見に行きますか。はい、大国主ちゃん、ちょっと言いづらいんで、ちょっとヌーちゃんと呼ばせてもらいますが、ヌーちゃんに関しては、アクティブスキル見ていく前にパッシブ見ていきたいと思いますが、はい、こちらですね、出陣時5ターンの間、神の恵み状態になって、受けるダメージが 50% 減少の物理会心ダメージ 5%× 神の恵みの残りターン数分増加すると、白バフの神の恵みによってダメージカット、それとクリティカルが出た時の火力アップができるキャラクターになりました。ちょっとダメージカット 50% だけなんですよね。耐久心もとなさありますね、ちょっと。はい、で、会心ダメージも 5%× 神の恵みのターン数、増加して、でその単数の増加の仕方としては、クリティカルが発生するたびに神の恵みの単数プラス1で敵を撃破したらプラス2と、はい、いう感じで、まあ攻撃するたびに自力で神の恵みの単数を調達することができると、はい、で最大10ターンまでなんで、まあ、物理会心ダメージ高くて 50% アップですね。まあちょっとした会心ダメージパッシブがつくぐらいの効果しかないので、まあ、そこまでめちゃくちゃ強力ってものにもなってませんね。はい、でさらに自身が致命傷を受けた時、神の恵みの残り単数を半分消費することで致死ダメージ無視ができるというような、はい、致死ダメージ無視キャラクターとなりました。でその際に自分の異常状態をすべて解除して 100% の確率で残り HP パーセンテージが最も高い、かつ最大 HP が自分より低い敵の有益状態あるいは生後状態を N 個解除することができると。でその N 個っていうのは神の恵みの残り単数の数解除できるということで、この大国主のバフ剥がし機能に関しては、今大国主5ターンの神の恵み状態になってますが、ここで致死ダメージ無視を一発発動させて半分に消費されて3ターンの神の恵みの単数になってますが、 HP が高い小王を見てもらうと、今5枚の生後バフがついてて、はい、この状態で剥がれる枚数3枚なんですね。はい、なんで致死ダメージ無視受ける前は5ターンあったんで5枚剥がしてくれそうに見えるんですが、実際には致死ダメージ無視をした後半分に白バフの単数が減ってしまうので、その減った後剥がす枚数が決まるっていう形になるので、剥がせて最大5枚ですねまでしか剥がせないってところを注意してください。はい、なんでまあ最大10ターンまで神の恵み単数作れるんですが、剥がし機能としてはそこまでベラボーに今生後バフモリモリに漏れる環境で1回で剥がしまくれるっていうような感じにはなっていないので、はい、まずそこを覚えておくのと、はい、でその上でこの後ですね、自身の残り HP パーセンテージがその敵より低い場合、その敵と残り HP パーセンテージを交換すると、ああいう新たな挙動ですね出てきました。敵と大国主の HP を交換すると、はい、まあ、かなりトリッキーな動きをするキャラクターになりましたが、まあ、この対象ですね、敵の中で HP パーセンテージが最も高く残っている相手で、なおかつ大国主より最大 HP が低い相手を狙うということで、まあこれなんで大国主より最大 HP が低い相手を狙うかっていうと、ここの条件がないとボスとも HP 交換することができてしまうので、簡単にボス倒せてしまうので、まあその対策で最大 HP は大国主が勝っていないといけないというような条件がついてるんですが、まあ、これのせいでいろいろ弊害があって、この致死ダメージ無視の挙動を3回まで発動できて、一見耐久かなり強いように見えるんですが、こちら配下金編のみゆきさんの大国主対同じぐらいの戦力のモルドレッドで戦わせた時の映像、見てもらうと、最初致死ダメージ無視出して主将ちゃんと HP 交換しました。ちょっと巻き戻しますが、やられる瞬間の大国主の HP、まあ、限りなく 0% に近いというところから、まあ、ショウちゃん HP 満タンで残ってるので、致死ダメージ無視受けた後、はい、HP パーセンテージ交換しました。
はい、これ HP 量じゃなくて HP パーセンテージの効果になるので、まあ、しょうちゃん HP200 万ぐらいしかないんですが、それでも瀕死だった大国主ちゃんの6000万ぐらいの HP が全開になっているということで、 HP があんまりない敵相手でも HP パーセンテージが 100% とかあれば、こっちはもう HP 全開できるというような動きができるんですが、この後ですね、しょうちゃんが大国主の攻撃で落ちて、はい、1対1の形となりました。はい、この場合今モルドレッドの HP 見てもらいたいんですが、最大 HP7000 万あって、大国主ここで落としていった場合の挙動を見てもらいたいんですが、ちょっとギリギリ落ちず、はい、2巡目のスキル1ですねまで見ていきましょう。はい、2巡目入ってスキル1で大国主落とした時、はい、HP 瀕死の状態からここで落ちて、はい、血ダメージ無視するんですが、残念ながら最大 HP で負けてしまっているので HP を交換することができず、はい、そうなると血ダメージ無視後の HP 回復が全くできないので、はい、そのまま簡単に落ちてしまうという形で負けてしまいました。はい、格上相手に耐久がズタボロ状態になるということが分かっており、はい、一見強そうに見えるこの耐久3回分に関しては HP マウントが取れる方じゃないと使いこなすことができないということで、まあ、特に奥義なんかで体力とか HP パーセンテージアップの奥義解放しづらい無比課金のプレイヤーさんにはこの時点でおすすめ度はガクンと下がりますね。まあ、逆に超ハイ課金の方ほど奥義でめちゃくちゃ上げてるし、まあ、育成も簡単にするしレベルマウントも取れるしということで、まあ、交換は容易になるんで、まあ、そういう方であれば機能するかもしれませんが、まあ、それでも 50% ダメージカットの3回致死ダメージ無視なんで、まあ、モルドレッドとか、まあ、リシだとか、まあ、他にも似たような耐久の仕方、まあ、しかも安定的にできるキャラクターがねいっぱいいるんで、まあ、あえてここにこだわる必要はないかなって感じしますね。はい、とつで、まあ、そんな耐久の持ち主の奥に主ちゃんですが、アクティブスキル見ていきますか。はい、スキル1が残り HP パーセンテージが低い敵に対して 660% と筋力 ×8 倍の7回集中攻撃ということで、まあ、集中攻撃と書いてあるのでハンニバルとかガラハットの長老なんかをすり抜けて敵の守りたい相手を殴っていくことができると。で、逆に上杉謙信の生後挑発なんかには引きつけられてしまうので、はい、ちょっと謙信天敵ですね、スキル1は。で、威力としては 660% の7回攻撃で 4600% ぐらいのところにさらに HP パーセンテージで勝っていた場合にはダメージが倍になるということで、まあ、9000% ぐらいダメージが出るんですが、まあ、これも HP パーセンテージ勝負なんで上杉謙信に引きつけられた上で生後援護の反射ダメージを受けると HP パーセンテージで負けてしまう可能性があり、まあ、やっぱり上杉謙信に受け止められがちなのかなと。その上で攻撃時クリ率が 30-60% 増加すると。で、このクリ率の推移に関しては敵の残り HP が低いほどクリティカルが出やすくなるということで、まあ、HP 低い相手を狙ってクリ率を上げて HP パーセンテージ勝負で勝って殴っていくということで、まあ、クリティカルまで出た場合のダメージパーセントは神の恵みの単数によって物理回心ダメージも上がるんで、まあ、この単数にもよりますが、だいたい最大でダメージ倍まで乗って 21,252 から25,872% ぐらいのダメージが出るということで、ダメージパーセントの方はまずまず強いですね。で、筋力値ベース防御無視攻撃の方はスキル2でもやっていくんで、後でスキル2のタイミングでグラフで一緒に比較していきますか。で、さらにクリティカルが発生した場合、そのダメージの 100% HP 吸収と、しっかり反射対策なんかもあるので、まあ反射キャラクターにも HP 作りやすいんですが、このキャラクター状態上耐性がないんですよね。なんでやっぱり上杉謙信なんかの生後援護相手を殴ってしまうと罪悪流血食らって HP 吸収自体ができなくなってしまう可能性が高く、うん、こういうキャラクターは状態状態性欲しいですよね。で、全ての攻撃後4ターン内で味方6名を生後効力状態にすると、はい、生後効力状態になると筋力値 ×3.5 倍分の攻撃力ベース防御無視攻撃のカットができるので、まあ、味方全体を攻撃力ベース防御無視攻撃から守るような生後バフをつけることができて、これナイスですね。はい、ですが、まあ、スキル1の印象としてはそこまでパッとしないっていうのが正直なとこですね。生後バフ剥がし機能とかもないし、デバフをつけて殴るみたいな動きもできないして、まあ、ちょっと筋力に強い神髄共鳴スキル持ってる相手なんかには全然ダメージ出しづらい挙動になっちゃいますね。はい、で、スキル2ですね。スキル2の方は 700% と筋力 ×8 倍の6回攻撃ができて、さらに残り HP パーセンテージがヌーちゃんより低い敵が1名多いごとに攻撃回数が1回増加、まあ、敵6名いた場合最大6回まで攻撃回数を増加することができますということで、まあ、12回攻撃まで攻撃回数が増える挙動になりますが、こちらの攻撃回数が増えるタイミングですね、ちょっと検証してみましたが、はい、今大国主スキル2で HP が低い状態、かなり低い状態ですが、この瀕死な状態から自分のターンを迎えて、まず HP 最大回復率で HP 回復してきました。この時点で見づらいですが、大国主の HP だいたい 18% ぐらい残り HP がある状態で、一方敵見てみるとパーシバルだけ残り HP が、これも計算してみると 16.5% ぐらいということで、まあ、パーシバルには HP 最大回復率で HP が増えた後の HP パーセンテージで勝っていると。で、他の5体には負けている状態で攻撃を開始していきますが、まず相手の主張ちゃんを殴って、はい、HP を殴りながら回復していきました。はい、7割8割くらいまで HP 増えましたね。で、この後も敵を殴っていって、はい、2回目3回目4、5と
殴っていてもう HP 満タンまで来て、はい、下から2番目のエビちゃんなんかよりも HP パーセンテージ高くなりました。まあ、攻撃中に敵より HP パーセンテージが高くなったんですが、はい、この後6回7回攻撃したところで攻撃が終わってしまいました。まあ、エビちゃんだけでなく妖戦だとか上から2番目の静か御前なんかよりも HP パーセンテージ攻撃中に高くなってるので、それもちゃんとモニターしてるのであればプラス4回攻撃できて10回攻撃になるはずなんですが、7回で攻撃が終わってしまったということで、攻撃中に HP 吸収なんかで敵に HP パーセンテージ勝負で勝ったとしても攻撃回数増えてくれないんですね。攻撃回数が決まるタイミングっていうのは巻き戻して、この攻撃前のこの状態ではなくてもう一歩進んでこの HP 最大回復率でちょっと HP が増えた後ですね、この状態で勝ってる人数何人っていう風に調べていって、まあ今回はパーシバルだけに勝ってたので7回攻撃になるというような、はい、タイミングでの判定になりますので、ここもめちゃくちゃ注意してください。なんか攻撃しながら攻撃回数増やせるみたいな感じに読み取れますが、はい、実際には最初の状態で確定なんで、まあ殴っていって敵の HP を減らして攻撃回数稼ぐみたいなことはできないんですね。なんかちょっと厳しいですね、運営さん正月キャラクターに。はい、で毎回攻撃前自身の筋力値が敵より高い場合ダメージが倍になると、はい、まあ、筋力勝負もあるんでやはり HP だけでなくステータスもマウント取る必要があると。で自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合さらに最大攻撃力の 50% のダメージを乗せることができますと。はい、ということで攻撃力ベース防御無視攻撃もスキル2では乗ってきました。じゃあまずこの攻撃力ベース防御無視攻撃のダメージから他の副将ちゃんと比較していきますか。はい、こちらが攻撃力ベース防御無視攻撃ができる副将のその攻撃力ダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、全てのコンボがうまく噛み合った場合の攻撃力ベース防御無視攻撃の威力奥に主のスキル2なんと第3位となかなか威力としては高い結果となりました。まあ、リシのスキル2にちょっと負けるぐらいですが、まあ十分威力としては強いですね。まあ、ただこれ出すためには敵6名全てに HP パーセンテージ勝ちをしていなきゃいけないのでそこが難しいのと、まあ終盤敵人数が減っちゃうとこのグラフ見てもらうと分かるんですがガクッと火力が落ちてしまう傾向にあるので、まあコンボ達成難易度とその条件を満たせる期間が短いという大きな足かせがありますね。まあ、ただ決まれば高いと。はい、平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の黄色い山で相当し直した場合は第12位という結果となりました。やっぱりコンボが崩れたらガクッと落ちていく感じになりますね。まああと奥に主スキル2だとクリティカルクリ率アップの補助がないのでパッシブで会心値アップ専属武器でありますがクリティカルが出ないとここまで下がってしまうっていう感じですね。はい、これ大体10回攻撃でクリティカルが出なかった場合この位置になっちゃうと。平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山で相当し直してみるとさらに順位を落としていく形になり、まあこっちの下振れしてしまう傾向かなり敵人数によってありえるんで厳しいですね。で最後青い山で見てみると最悪攻撃力ベース防御無視攻撃に関しては敵に HP パーセンテージで勝ってないといけないので出せない可能性すらあるというところですね。まあなんでこれもやっぱり思いっきりマウント取ってクリティカルなんかも出しながら殴っていく必要があるんで、まあ、格上マウント必須のキャラクターですね。奥に主はマウント取れれば強いですね。はい、じゃあ奥に主の筋力値ベース防御無視攻撃の威力はどうか見ていきたいと思いますが、こちらがステータスベース防御無視攻撃ができる副将のそのステータスベースダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、まあ、奥に主のスキル1スキル2高く触れた場合でも、まあ、この位置と、はい、まあ下見ていけばかなり下たくさんいるんですが、まあ、最近のインフレの中では、まあ、そのインフレの波に飲まれる形となりました。まあ、武将キャラクターだと上に最上義明とかナタだとか、まあ、モルドレッドガウェインなんかがいて、まあ、武将の主要キャラクターたちに、まあ、このタイミングで出てきたにもかかわらず負けるという結果となり、はい、黄色い山で相当してスキル1がやや高いとこ来ますね。はい、スキル2の方はガクッと落ちてこの位置。やっぱり12回攻撃とクリティカルが出ないとスキル2は落ちちゃうんで、まあ、厳しいですねスキル2。はい、緑の山で相当し直してみるとスキル1が徐々に盛り返してきて、はい、スキル2は相変わらず低いところと。はい、最後青い山で相当してスキル1この位置からスキル2がこの位置と、はい、いう感じでちょっと筋力値ベース防御無視攻撃の方も目立たない感じになっちゃいますかね。まあ、ただ大国主の場合はこのスキル2で殴るだけじゃなくて同じ敵を再度攻撃する際 100% の確率でその敵の緑バフと正誤バフそれぞれ1枚ずつ剥がすことができるということでバフ剥がしながら、まあ、最大12回攻撃ができるという感じで結構剥がせる量が多かったりしながら、まあ、結構剥がせる量が多かったりするんで、まあ、同じ火力でも剥がせますよっていうところがメリットとしてあるんですが、まあ、今、まあ、スキル2でいうと最上義明なんかも剥がせるしここにいる李氏なんかも敵が罪悪燃焼状態じゃなければ剥がし連撃ができるんで、まあ、うまく最大火力側に触れてなおかつ剥がせれば攻撃力ベース防御無視攻撃もスキルには乗っかるんで、まあ、李氏並みの火力規模にはなってきますが、まあ、それを決めるのがちょっと難しいかなってとこですかね。悩ましいですね。はい、剥がし機能の実際の挙動としてはこんな感じで1回目殴った時は剥がせないんですが2回目殴った時、はい、ミスっても正誤バフ剥がすことができました。はい、こんな感じで残影なんかつけていても剥がしていく
ことができるという動きにはなってます。はい、でさらに自分の残り HP パーセンテージが 50% より低い場合、ダメージ与えるたびに 100% HP 吸収と、はい、全ての攻撃後4ターンの間、味方6名を生後夜なぎ状態にさせて、夜なぎがつけば筋力 ×2.5 倍分の敏捷値ダメージカットができるということで、まあ、弓章にはかなり強く、まあ、エンディングで映像を流すと思いますが、タワラトータなんかには競り勝ちますね、怠慢なら。まあ、スキル2の方はあえてクリ率アップの補助なんかをつけてないので、ノーマル攻撃の連撃でもって利子なんかの攻撃をすり抜けてダメージぶつけに行こうっていうような意思を感じますが、まあ、大国主専属武器で会心値上がるんですよね。ここも上げなくてむしろ良かったんじゃないかなっていうような気さえしてきますね。でなおかつこのキャラ自体敵にマウント取って戦うような戦闘スタイルなんで、まあ、レベル差なんかでも勝ってしまうとクリティカルかなり出やすくなっちゃうと思うんで、ちょっと利子向けっていう感じではありませんかね。また敵陣の副将たちに HP パーセンテージで勝ってるほど攻撃回数が増えるんですが、まあ、スキルにランダム攻撃なんで敵陣人数が多いと攻撃回数増えるんですが、攻撃が散ってしまうので威力が分散してしまって落ちてしまうのと、また同じ敵を2回以上殴らないと生後バフ剥がしができないので、これも攻撃が散ると剥がせる総数が減ってしまうというようなもどかしさもあり、まあ、なおかつこういったアタッカーキャラクターで、しかも耐久が高いタイプのこういったキャラクターにおいては終盤戦まで残る可能性があるんですが、終盤になると敵陣人数が減ってしまっているので攻撃回数が、まあ、7回とかで止まってしまうっていうような火力が激減してしまうところがアタッカーとしては厳しいですかね。年末最後の副将ちゃん、リシキラーどころかかなり扱いに苦慮するようなスキルとなってしまいました。まあちょっと最近劉備だとか優秀なキャラクター出しまくってみんな原本使いまくってると思うんで、逆に良かったのかもしれませんが、いや運営さんちょっと手心加えてあげても良かったような気がしますね。はい、パッシブスキル見ていきましょう。 HP パーセンテージが奥人主特に高く、はい、全体の中でも第4位というような位置づけになっており、まあこれはパッシブの HP 最大値で勝ってないと致死ダメージ無指示の HP 交換ができないので、まあ高く設定していると。で攻撃パーセンテージは平凡な値で、はい、筋力レベかけ360、この値は、はい、上から見ていってこの位置と、まあ、360は MR 基準としては高い方の値ですね。まあ筋力値勝負もするんでここはナイスで、体力値がレベかけ260なんですね。はい、この値は、はい、上からざっと下の方を降りていって260だとやや下のここですね、第57位。まあ HP パーセンテージの方は高いんですが、体力の方も高ければ HP 交換のスキル発動しやすいんですが、ここがちょっと低めっていうのが、せめて高くしてあげてほしかったですね、ここだけは。そして貫通に関しては固定値の物理貫通1000と防御貫通がレベかけ15上がるレベル依存のタイプで、貫通は優秀ですね。はい、で会心レベかけ280がついて、はい、この値が上からざっと下の方を降りていって280なんで、この位置ですね、第75位。まあもう逆に利子をターゲットにしないのであれば、クリティカル出しまくってスキルに暴れてもらった方が威力高くなるんで、はい、ちょっと一回利子のことは忘れますか。さあ、あとは神髄共鳴スキルで敏捷値と攻撃力に対して筋力値かける2倍や3倍といった固定値カットができて、はい、復活や致死ダメージ無視に関しては3回分使うことができるということで、まあ復活の仕方が HP 交換または全く HP が増えないという2択になるんで、まあここが鬼門ですね。もうとにかくガチ育成して HP を高くしていかないときついなという形になってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ大国主さんに関しては HP 交換の部分が基礎であり全てになっているので、まあ敵に最大 HP で勝たなきゃ HP 交換が死亡時にできないので、まあ重廃課金者向けのキャラクターですね。まあ逆に HP 上限で勝っていれば、まあ例えば利子なんかと HP 交換なんかもすることができて、まあ自分は致死ダメージ無守護 HP 満タンとかで利子の攻撃を引き続き耐えて、利子の方は HP ピンチになってなおかつ生後バフとかも剥がれてるんで、まあみんなで殴っていきましょうみたいな動きができたり、まあ生後バフ剥がしが致死ダメージ無視のタイミングでできるんで、まあスキル文言としては悪くない見た目なんですが、無備課金のプレイヤーさんには使いづらい結果になっちゃいますね。まあ重廃課金でも今の利子とかモルちゃんとか、まあ特にモルドレッドが役割として、まあやや上なのかなっていうような位置づけでいたりするんで、まあモルドレッドは HP が低い相手を狙って、この子は HP が高い相手を狙うっていうような役割分担としての配置はありかもしれませんが、まあどちらか選べって言われたら、モルドレッド選びますかね、廃課金の人も。はい、ということで、まあこの後、分析後編動画で、まあこのキャラクターの戦役だったり、ボス戦、対人戦や白戦なんかの総合評価やっていきたいと思いますので、きっとどこかにいいところがあると思いますんでね、ちょっと厳しめの評価になっちゃいましたが、後編までにこのキャラクターについて追加で知りたいことや質問なんかがあればコメント欄に書いていただければ、間に合えば後編の動画で回答していきますので、コメントの方もどしどしよろしくお願いいたします。あとグッドボタンを押してもらえると、それを横目にテンション上げて動画作れるので、グッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。